松田駅。松田駅は、神奈川県足柄上郡松田町松田総領にある、東海旅客鉄道、JR 東海、日本貨物鉄道、JR 貨物御殿場線の駅である。駅番号は、CB04。松田町の中心部に位置する駅。御殿場線の、第一種鉄道事業者である JR 東海が、旅客営業、第二種鉄道事業者である JR 貨物が、 貨物営業を担当している。当駅には、御殿場線の普通列車と、特急、富士山が停車する。また、駅の南に、小田急小田原線の新松田駅が近接し、乗り換えが可能である。特急、富士山は当駅東方にある連絡線を介して、小田急小田原線と直通運転を行っている。そのため、小田急線の運賃計算上、当駅と新松田駅は、 同一駅として扱われる。小田急線に有効な途中下車が可能な特別規格乗車券では、有効区間に新松田駅を含む場合は途中下車、できる。駅の開業は1889年、明治22年2月である。間接鉄道、後の日本国有鉄道単独の駅であり、国鉄分割民営化の際も、JR 東海のみに継承された。その後、 1994年、平成6年10月に、貨物営業が再開された際、当駅を管理する事業者に、JR 貨物が追加された。東海道本線の神津沼津間は1889年、明治22年に開業したが、山岳地帯を通過するため、建設困難とされた現行の熱海経由のルートでは、なく、御殿場経由の御殿場線のルートで建設された。 そのため、神津沼津間の開業時に新設された、当駅は、開業時東海道本線の駅であった。駅が開設されたのは、八倉沢王館の宿場町として栄えた、松田であり、駅の開業は明治に入って衰退していた町を、再びかつ気づかせた。しかし、1927年、昭和2年に、小田急小田原線が開通して、松田に新松田駅を設けると、 東海道本線より早く東京へ往来できることもあって、客の流れはそちらに向かうようになった。丹那トンネルが改作され、1934年、昭和9年に、神津渡見沼図館が全通すると、東海道本線は同区間経由に変更され、当駅を通る路線は、御殿場線という地方路線に格下げされた。この結果、 当駅から東京へ向かう直通列車がほとんどなくなり、この地域の中心で、新しい東海道本線が通るところでもあった、小田原に直通していた、小田原線及び新松田駅の重要性はさらに増し、それと連動して、当駅の地位は低下していった。第二次世界大戦中、小田急電鉄は、東京急行電鉄に統合されて俗に言う、大東急となっていたが、 東海道本線には根深川駅近くなど、橋梁の多い区間があり、空襲や砲還攻撃を受けて、道区間が普通になる恐れがあった。そのため、東急小田原線と御殿場線によって、その代替ルートを設けようという案が、陸軍から出され、この松田に連絡線を設けることにした。それに伴って、 用地の確保と連絡線の橋脚が完成したが、間もなく終戦となったため工事は中止された。その後、東急ではこの店となっていた連絡線を完成させて、東京から御殿場線へ直通する列車を設定しようと考えたが、御殿場線の電化を要するためこの時は見送られた。東急から小田急が再独立し、 高出力機動車のキハ0線系機動車が完成したことで、ようやく1955年、昭和30年に連絡線は完成し、直通運転が開始された。1968年、昭和43年には、五天馬線と連絡線の電化も完成し、直通列車も電車化され、朝切りとなった。なお、2018年より、富士山に相性を変更している。 二面三線のホームを有する地上駅。構内北側に単式ホーム一面一線、構内南側に島式ホーム一面二線が配置されている。ホームは単式ホーム南側が一番線、島式ホーム北側が二番線。同じく、島式ホーム南側が三番線であり、一番線が上り本線、三番線が下り本線である。 2.3番線は普通列車が使用する。特急、富士山は、上下ともに、小田急小田原線の本線、新宿方面との連絡線が接続する1番線を使用しており、JR 東海と小田急の乗務員が交代する。かつては1番線が上り列車専用、3番線が下り列車専用、2番線が上下兼用となっていた。出店、JR 東海、駅構内図。 駅舎、改札口は2カ所ある。単式ホーム1番線に隣接して、駅本や北口が置かれ、島式ホーム2.3番線から地下通路を通った先に南口が置かれている。2つのホーム間の移動用に、古線橋、階段のみが1カ所設置されている。南口は新松田駅と道路を挟んだ向かい側にある。当駅は、 御殿場線の拠点の一つであり、JR 東海静岡支社の駅長、駅員配置駅、直営駅である。管理駅として、神奈川県側に位置する御殿場線の6駅、下蘇川駅、上大井駅、相模金須駅、東山北駅、北駅、国外駅を管理している。北口、南口ともに、駅舎内部には JR 全線切符売り場や近距離用。 自動券売機があり、南口には自動改札機、北口には簡易とか改札機が設置されている。北口、南口とも改札事務室内には特急、富士山利用者向けに小田急用の窓口処理機や IC カード処理機が設置されており、小田急線、小田急新宿方面の時期乗車券、普通券、回数券、株主優待券などの入場処理も可能で、 新松田駅入場、出場として処理される。なお、とかエリアである、御殿場線突破スもエリアである、小田急線をまたがって IC カードで乗車することできない。2015年2月下旬に寄りかねてから建て替え工事が行われていた北口駅舎が12月に完成、同月20日より使用が開始された。JR 貨物の駅は臨時車扱い貨物のみを取り扱っており、 定期貨物列車の発着はない。しかし、稀に、小田急電鉄並びに、箱根登山鉄道向けの公衆車両輸送列車が発着し、JR 貨物の電気機関車が連絡線を通り越して、新宿方面で折り返し、小田急線の新松台機構内まで乗り入れている。その間は、電気機関車の運転資格を持つ小田急の運転士が乗務する。 この列車は従来小田原駅発着であったが、1994年、平成6年10月以降あたり駅発着に変更された。なお、これらの列車はすべて沼津方面からの発着となっている。貨物営業は国鉄時代にも行われていたが、国鉄分割民営化前の1982年、昭和57年11月に廃止された。実施時には、駅舎東側に、 貨物ホームがあったほか、佐古川西まで伸びる砂利採取船があった。砂利採取船では、構津機関区、現、JR 東日本構津車両センター所属の C11、軽乗機機関車が使用されていた。三北町統計所によると、2016年度、平成28年度の1日平均乗車人員は3316人で、ある。また、 神奈川県統計年間によると、2017年度、平成29年度の年間乗車人員は120万3898人である。いずれも、近年は、減少傾向にある。近年の推移は、以下の通り、松田町の中心市街地に位置しており、南側に新松田駅、小田急小田原線が隣接する。以前は、 駅前、駅本屋側からバスが発着していたが、現在は南口側に隣接する小田急線新松田駅、駅前広場から発着する。新松田駅路線バスを参照。また、近隣の路上バス停、JR 松田駅入り口に発着する路線がある。JR 松田駅、入り口バス停、このか、東名高速道路上の松田バスストップが、 徒歩圏内にある特急富士山の隣の停車駅は列車記事を参照のこと。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。